宝蘭園屋は、大分県文後高田市で、毎年正月に行われる法量渡航開の安全を祈願する祭事。大分県の選択無形民族文化財で、大分遺産にも選定されている。大量木や吹き流し、万国旗などで華やかに彩られた宝来線に、締め込み姿の若者が乗り込み、文後高田市の中心を流れる桂川右岸の玉津磯町から出発。 まず下流の琴平宮に向かい、餅を備えた後、旋回して上流の若宮や幡田神社を目指して、放乱園や縁屋さのさっさの掛け声とともに揚げ潮に乗って漕ぎ上がる。船からは紅白の餅が巻かれ、川岸の観客から祝儀が差し出されると若者が玄関の川に飛び込んで受け取りに行く。暦が看板と連動する旧暦の頃は、 元旦の行事であったが、現在では満潮の時間を考慮して日程が決められている。同盟の祭事は、島根県松江市、大津市及び広島県尾道市でも行われる。現在の文後高田市は、江戸時代には島原藩の領地であり、島原藩や、その大阪倉屋敷へ、年貢米を改装船で運んでいた。放蘭園屋は、 その後悔の安全と法令を祈願する行事として、江戸時代中期に始まったと言われる。法来園やという掛け声及び祭りの名は、法来園や、法来へ、法来へという掛け声が変化したものだと言われている。ありがとうございます。